どうもみなさん、キミ F です。えー、2022年4月に見た映画を振り返るということでね、えー、今月もやっていきたいと思います。えー、まあ、えー、今年公開、えー、あるいはビデオする、配信するなどで発売された、えー、作品を見た順番に、えー、語っていくということなのですが、今月は、 劇場公開というか、劇場で見た作品が2本しかないですね。モビウスとシャドウイン・クラウドしかないし、これを最初に見てんだよな、今月。まあ、あの生活が変わったので忙しかったっていうのもあるんですけど、単純に見てないというか、劇場で見ようと思ったのがこの2本だけだったってだけですね。他のものは、まあ、劇場公開されてるのもありますけど、ビデオスするのもあります。 っていう感じで全部レンタルかなんかで見てるものですね。はいまあ、とりあえず見た順番にやっていきたいと思いますが、えー、まずは、えー、モービウスを見ましたね。モビウス、これね、あのー、すごい前4番がいろいろと、えー、悪かったんですけど、結論から言うと悪くないかなって思ったんですよね。何でしょうね、まあ。私はこの1個前の えー、カーネージュのやつがいくらなんでもひどすぎると思ってるんで、それのせいでハードルがだいぶ下がってたっていうのはあるんですけど、ただ、モビウス、モビウスってあの吸血鬼の、あのー、キャラクターなんですよね。えー、で、えー、これ予告の段階で、白鳥の湖が使われてたんですよ。白鳥の湖って、あれですね、あのドラキュラの映画の。 主題曲になってたものでそれを使うってことは吸血鬼ものとしてちゃんと作るんだろうと思ってて、まあ、それは本編には使われてなかったんですけど映画自体が割とその吸血鬼ものとしてしっかりしててあのそれもどっちかっていうとあれなんですねフライトナイトあのリメイク前のやつですねオリジナルの方のフライトナイトとかの、えー、感じを意識した作りだったので特にあれですねあのマット・スミス演じた えー、敵は完全にフライトナイトの,あのクリス・サランドンを意識した感じの、えー、キャラクターでね、そういうところとかすごい良かったんですけどね、ただまアクション面とかがね、良くないっていうのと、あと、血が出ないのはまあいいとして、血が出ないのが途中で決まったのかってぐらい、これ多分後から血をあの合成するつもりだったでしょみたいな描写もそのままだったりしたのはね、それはまあ、いただけないかなっていうふうに。 思ったんですけどねあとあのそうですねすごいあのモヤのかかったような、えー、エフェクトみたいなのをつってるんですけどあれ多分あのモビウスがあのー、コウモリの能力の,あのエコーロケーションを使えるんですけどこのエコーロケーションで周りを見ているという描写とあとあの吸血鬼ですからねあのモヤに化けたりとかして、えー、移動したりするっていうのが本来の、まあ、伝承上の吸血鬼というか、まあ、ドラキュラー というかは持ってる能力ですからそれを、えー、合わせた描写なんだろうと思ってあれはちょっと感心したんですけどねただ見づらいんですよねそれでアクションシーンがでアクションシーン自体のそのクライマックスというか一番面白いのが中盤に来てでじゃあ中盤にそういうアクションやるんだから終盤にもっと盛り上がることをやるんじゃないかって予想して見てたらそんなことはないっていうね なんか終盤のアクション見づらかった感じのが続いた後、最後の方であのドラキュラゼロの劣化版みたいなことをやってるので、じゃあドラキュラゼロのことを思い出しちゃってというのがあってね、あ,のー、あれでしたけどね。あとあ予告の時点で、あのーまあでねえー、MCU の方とのつな、えー、がりを示唆していたのが、まあ、あって、それも 本編がだいぶ雑だっていうのはあったんですけど、それは、もう私も雑だと思うんですけど、それこそあの、なんでしょうね、あの、レッド・ゼア・ビー・カーネージの方の、レッド・ゼア・ビー・カーネージと、あとそれから連なる、あれですね、あの、スパイダーマンの方の、扱いが、そっちはあまりにも雑すぎたので、それと比べたらまだマシだっていうのがあってね、まあ、そういうのがあるからね、 なんでしょうね、だから結局ハードルが低すぎたというのはあるのかもしれないですけど、まあまあっていう感じですかね、もう褒めるべきところは確実にあると。で、批判されるべきところもあるんですけど、まあ、酷評されるようなもんじゃないというのが個人的な思いですかね。まあ、あのー、これ酷評するんならレッド、 えーっとレッド・ゼア・ビー・カーネージか、レッド・ゼア・ビー・カーネージは、国評どころか、あれはもう、不買運動が起こるレベルの話だろうって思ってますからね。カーネージは、どっちの方が人気あるか分かんないけど、どっちにしてもカーネージは相当な人気キャラでしょうからね。はい。まあ、そんな感じですね。あと、タイリー・ス・ギブソンが、タイリー・ス・ギブソンはいる意味があるのかってぐらい、何にもやってなかったですね、っていうぐらいかな。 まあ、そんな感じですかね。はい。で、えー、続きまして、シャドウインクラウド、えー、見てまいりましたね。画像で言うと真ん中あたりにでっかく、モーフィウスの次にでっかく用意しましたけども、まあ、あれですね、クロエモレッツが、えー、グレムリンと戦うと、そのグレムリンもね、グレムリンも、あの元をたどっていくと二次大戦ぐらいの都市伝説なんですけど、その都市伝説の通りに二次大戦の飛行機の中でグレムリンと戦うという、 映画だった何でしょうあのー、最初あのー、まあ言い方悪いですけどフェミニズム映画っぽい始まり方をするんですよねそのクロエ・モレッツが男連中しかいないしセクハラばっかしてくるやつらの中でバカにされながら、えー、孤立してるのかなって思ったら今度そのクロエ・モレッツすら信用できないっていう展開に。 なっっていてで途中まで本当に密室劇なんですよね、あのー、ずっと一人で、あのー、クロエモレッツが、あのー、いるっていうのを映していくんですよねでそれもなかなか面白いしでその「グレムリン」自体を最初のアニメーションであの理不尽なことの象徴みたいな感じに描いてるんですよね何かあった時にそれを「お前は人のせいにしているだろうっ」っていうふうにするその人のせいの部分を「グレムリン」みたいに 描いてるんですけどそれが結局そのクロエ・モレッツがまあ,あというか女性ですね女性に対して、あのー、男がどうせ人のせいにするんだろうみたいに理不尽なことをふっかけてるっていうのと、あのー、それをリンクさせて描いてたりしてそういうのはすごく丁寧だと思ってで面白かったんですけど、あのー、終盤から急にリアリティラインが下がるんですよねこの映画。 なんかそれはやめてほしかったなっていうかそこまで丁寧に積み重ねたのに急にリアリティラインを下げるんで何でしょうここから先のことは全部妄想ですって言われるんじゃないかってずっと怯えながら見てたんですけど全部そのクロエが見た理想的な展開の夢ですみたいなの言われるんじゃないかってレベルでリアリティラインが下がっていくんで仮にそうじゃなかったとしてもこれはどうせ映画なんで。 作りり話ななんんででで成り立つことですよっってて言われてるみたいになっちゃうんで急にそんなことされるとそういうのはちょっとやめてほしかったですね、まあ、細かいところも良かったんですけどねあのー、グレムリンとね最後のとどめの刺し方がなかなかいいとどめの刺し方してるとかねいろいろあったんですけどねあのー、あとあれですねゴ話描写自体はそこまでないんですけどあのこれはゴ話描写じゃないからいいよねっていう具合であのー 体の中身がドアップで出てくるとかそういうことをやってくるのはね私は嫌いじゃないですねはいまああのー、あとはそうだなグレムリンのねあの猿っぽいデザインなんですけどグレムリンってもともとそういう感じの怪物ですからね猿っぽい感じなんですけどちょっとあのー、猿は猿でも異形の猿というか変な えー、爬虫類っぽいところもあって、なんかあの、モノスと言いますかね、ユーマの。そういう感じに見えるって感じのもね、良かったと思うんですけどね。まあ、あの、嫌いじゃないですね。えー、あの記憶に残るタイプの作品だったと思います。はい、えー、シャドウイン・クラウド。あの、面白かったですね。見てよかったですね。モビウスもシャドウイン・クラウドも見てよかったっていうのが一番にあるんで。 あのこれは良かったですね。はいえー、で続きまして、ドントストップ見ましたね。画像でいうと、そのシャドウイン・クラウドの下の左側のやつなんですけども、これは未体験像の映画たち、今年のやつですね、今年のやつで公開された作品ですね。イタリア、ベルギーの合作の作品で、まあ、イスラム系タルリストの、えー、少年がいろいろあって、えー、救急車を。 乗っとるという話なんですけど、まあ、アンビュランスもありましたし、まあ、便乗してるのかなって感じなんですけどこういうこのパッケージのようなノリの話じゃなかったですねあのひたすらシリアスな、まあ、そのイスラム系テロリストの主人公の主人公が、まあ、主,主人公の少年もあの結局あれですねイギリス映画とかでも最近描かれたりしますけどそのテロリストに仕立て上げられていく若者として の、えー、登場人物なんで、えー、シチュエーションスリーダーでもなかったですし派手なアクションでもないしひたすらあの真面目な話でねで冒頭の長回しとかねすんごいいい感じだったんですけどねただな,なんでしょうね真面目な題材の割にそこは雑なんだっていうのが雑だったりするのはちょっと気になったかなっていう。 悪い映画じゃないけど、このパッケージとかはいくらなんでも雰囲気違いすぎるだろうっていう感じですね。はい。えー、で続きまして、チ、え、ューブ、死の脱出見ましたね、はい。画像で言うと、シャドウインクラウドの右側に、えー、用意したんですが、えー、これは、えー、っと劇場公開は捨てるな、未体験ゾーンの映画たちで公開されてますね。 はいまああのこういう謎の空間に、ね、閉じ込められた人のまあ、そこからの、えー、脱出を描くという感じなんですけどあのいろんな罠が出てきたりあとクリーチャーっぽいなんか機械機械と死体を組み合わせたようなやつとかゾンビっぽいやつとかが出てきたりとかっていろいろ起こっていくのを描いていくんですけどこれがねまあ、そういう題材自体は割ともう使い古された感じかと思うんですけども。あの あとこの作品自体もねちょっとあの塚本慎也の「ヘイズを」を、えー、彷彿したりもしたんですけども面白いんですよねこれが意外とよくできててでそれも特撮がアナログ寄りなんですよねそのアナログ寄りの特撮でそういうのを描いていきつつでちゃんとエンタメしてるんですよねあのいろんな危機器また危機器が襲いかかってそれに対して。 えー、どう主人公は切り抜けるかっていうのをちゃんと描いていてかつその何でしょうねメタファー的なものは結構真面目なことをやっていたりっていうのがあってで見応えがあったんですよねこれなかなか面白かったですねはい見てよかったですねはいえーチュ、えーブ死の脱出面白かったですはいで続きましてアンフォーリー今ましき聖地 見ましたね画像で言うとそのチューブの下なんですけどもこれは,は劇場公開はしてないかな配信とレンタルかなゲオの先行レンタルだったんですけども配信もしてるはずですねこれはでまああのー、奇跡が起こってね治ったという少女がだんだん、えー、祭り上げられていくっていうやつなんですけど、まあ、タイトル通りねそれは本当に奇跡というか、まあ、聖なるものなのかという話に なっていくまあ宗教系のホラーなんですけどねこれもね惜しい作品というかね題材とか展開はすごくいいんですよねただすごくいいのを積み重ねていくのにクライマックス直前からクライマックスあたりの展開がすごい雑に展開していくのでなんでしょうそんなことでいいのっていうふうに展開していっちゃうのであのそこだけ気になっちゃいましたねあの全体的にはね あのー、なので、すごい深いわけじゃないんですけど、ただその、そなんでしょう、こういう、すごく聖なるものとして祭り上げたり、あがめたりしているものは、本当に聖なるものなのかいっていう、そういうところにね、えー、言及していく宗教系のホラーとしては、なんでしょう、その,あの入門編として最適と言いますか、すごくシンプルなんですけど、ですごく分かりやすいんですけど、だからこそ、 えー、いいみたいなところがあったのでね、これもね、なかなか悪くない作品だと思いましたね。はい。えー、で続きまして、マーズ見てきましたね、えー。あ、見ましたね。アンホーリーの左側ですね。これも未体験像の映画たちで公開されたやつだな。はいえーまあ、火星で、まあ、人類が、えー、暮らしてるんですけど、家族単位ぐらいの、まあ、ちっちゃいコロニーで生活しているところに、まあ、ある家族を、えー、 殺しに来た男がいてで、そこの娘はその男と共同生活する羽目になってしまうという、まあ、作品なんですけどね、これもね、あのなんでしょう、お金とかは多分、しっかりしてると思うんですよね、えー。しっかりしたセット、しっかりした特撮でやってて、話自体も悪くないと思うんですけど、なんでしょうね、それでずっとやるのはさすがに地味だなっていうのを先に覚えちゃったかなっていう。 えー、感じですかね。はいちょっと残念だったかなっていう感じですね。はい、えー、で続きまして、えー、ジャオウ島キングスネークアイランド見てきましたね。ジャオウ島でと呼び方はいいのかと。まあ、これはあれですね蘇生乱蔵されまくっている今、ね、中国のモンスターものの。 一本で、ま,あ、またヘビかって感じなんでで、すけどもで。多分ロケ地も、ね、流用してると思うんですけどねあのツイッターの方にありましたけど絶対あの森の中のなんか平坦な平坦な森の中のなんか小道みたいなところ絶対使いまくってるよっていうところがあるんですけどねそれまた出てくるんですけどね大体いいそこで怪物とチェイスするんで新上手の時もあそこでチェイスしてたと思うんですけど でこれもそこで大事とチェイスするんでねシチュエーションも似通ってるんですよねまあまあそれはいいんですけどあのー、今回は、えー「ジャオーキング・オブ・スネーク」っていうまあまあの何去年かな何ヶ月か前に、えー、やっぱり蘇生乱造されてる中国のやつなんですけどその作品の監督さんなんですよね ジャオー・キング・オブ・スネークは冒険者っぽい感じだったんですけど、こちらはあのすごい古典的なモンスターものの展開をしまして、まああのー、ティタボアだ・ノノボアだっていう設定なので、えー、太古にいた大蛇ですね。はいえー、それをまあどう扱うのかということで人間同士が対立してっていうのもあってっていう感じで、割とその何でしょう蘇生乱像中のこの中国のやつは、 まあ前々から言ってますけど、基本的に、あの、キングコングを、え元にしてるんじゃねっていうのとか、あと、脚本すら流用してるんじゃねっていうのとかがあったりするんですけど、そういう要素が、まあ、薄かったというか、気にならなかったというのがあったので、そこまで、まあ、比較的ですけどね、比較的悪くはないかなっていう感じでしたね。ただ、その人間同士の争いが、今回、だいぶ、そっちに、えー 軸を置いているところがあったので、それだけはちょっといただけないかなって思いましたけど。はい。えー、で、続きまして、プラネット・オブ・ピッグス、豚の惑星見ましたね。画像で言うとその下ですね。はい。で、これも未体験像の映画たちかな。あ、そうですね。未体験像の映画たちで公開された作品なんですけど、これはね、これも予告の時点でね、低予算だとは思うんですけど、すごい、 変な世界をちゃんと作っててあのでそこでアクションをやるとか、えー、そのビジュアル面とかをねもうすっごいしっかりまあ、低予算なのはわかるんでそんな大作の作品と比べたらっていうのはありますけどでもこういうことをやりたいんだっていうのをしっかりやってたのはすごく良かったんですけどこれがねその終盤に行くにつれてどんどんね親ってなっていってで。 落ちがね、結局そういう落ちかってなっちゃったのがね、うん、これもちょっと残念な感じでしたね。はい。えー、パラネット・オブ・ビッグ、リキルの監督さんだったかなあのー、以前ゾンビ映画とかを撮ってらした方だと思うんですけど、ね、ちょっと期待したんですけどね、まあ、それゆえにってところもありますかね、ちょっと残念でしたね。はい。 えー、で、続きまして、ザ・ビーチ見ましたね。はい、えー、これもね、予告の時点で、えー、グロテスクなね、特撮が、えー、話題になった作品ですけど、画像はそのプラネット・オブ・ピッグの右側ですね。これも、えー、と未体験ゾーンの映画たちで公開されたやつですね。これもはね、なかなか良かったですね。あのまあ、タイトル通りに、ね、閑散としたビーチにも遊びに来た人たちが、なんか,なんか変だなって。 なって,いってでまあ、えー、海からなんか変な生き物が上がってきてでそれに寄生されたりとかっていう寄生されたりっていうかまああれですね体内に入ってきたのでなんとかしなきゃとかっていうのがあったりとかっていうのがそのおぞましい痛々、えー、しいっていうね,ね描写をそういうアナログな特撮で描いていってでそこからだんだんその謎の存在にね追い詰められていくっていうのを、えー、描いていくっていうねうホラーな ちゃんとホラーでしたね、はいえー。気持ち悪いとかそういうのが、えわ、ー、かるタイプのね、ホラーだったのでなかなかね、よかったですね。あのー、リヴァイアさん X 深海からの襲来っていう、これも低予算映画なんですけどきょ、去年じゃないな、一昨年もっと前かな、数年前かもしれないですけど、にちょっと似てるんですよね。で、個人的にはそっちの方が好きだんですけど、 ただそっちはものすごい低予算だし、あのー、これできなかったところはあるんですが、あのー、またちょっと違うベクトルで、えー、そういった感じのね、えー、海から何かがやってくるっていう、ホラーを描いてるっていう感じでね、あのー、これはね、すごく良、ね、かったですね。t h e b e a h 面白かったです。はい、で続きまして t h e m i s i t s えー、見ましたね。画像で言うと、えっ、ー、と、その、右上ですね。一番右側ですね。はい。えー、レニー・ハーリンが監督で、えー、ピアース・ブロスナンが、えー、主演の、ま、泥棒ものですね。で、脚本がカート・ウィマーで、で、音楽もトレバー・ラビンが参加しててということでね、なかなかのね、えー、メンツで撮ってるんですけど、あのー、なんでしょうね、悪くないんですよ。悪くないんですけど、あのー、 面白いんですけど、その面白いのベクトルが、これテレビでやってて見て、ああ、まあ、楽しめたかなで終わるぐらいの、なんかよくできた TVM みたいな、テレビ映画みたいなっていう感じなんで、さすがにレニー・ハーリンとカート・ウィミュとトレバー・ラビンとピアス・ブロスなんか関わってて、それは、さすがにちょっと、期待中を下回ったぞっていうのが、えー、 個人的な思いですかね、うん、これが全然無名の人たちが撮って出てっていう作品だったら多分褒めてたと思うんですけどさすがにこのメンツだとねっていうのがありますねレニー・ハーリーもなんか中国とか行って作品撮ったりでなんかこういう変な癖ついてんじゃねえだろうなって思っちゃうぐらいの感じでしたねはい、うん、まあ残念だっていう 思いが強いですかね。はい。ということでね、えー、全部の作品を、えーえー、振り返り終わったんですが、久々ですね、1枠目で、えー、全部振り返り終わった。まあ、何本だ、10本か、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本か、10本しか、10本しか見てないって言おうと思いましたけど、だいたい10本程度の月もまあ,ありますからね。 最近はそう、劇場公開した作品もそうなんですけど、ビデオスルーだったり、配信スルーだったりの作品もすごい大量に見てる時があったりしたんで、えー、ただそもそも本数が多いと時もあったんですけど、まあ、今月はまず劇場公開作を2本しか見てないっていうのがでかかったかな。はい、そんなもんかな。割と早めに終わりましたね。 まあ、あのさっきも言った通り、これ別に、あのー、劇場で公開してる映画が少ないわけじゃなくて、私が見たいと思った映画がなかっただけで、でコナンとかをやってんだよね、あとファンタスティック・ビュースの3本目とかをやってたりしてあの、劇場公開作的には話題作をやりまくってるはずなんですよね、ねモービウスもそうですけど、モービウス以降。 ゴールデンウィーク狙いの、えー、作品があいっぱいやってるはずなんでね。えー、で、まあ、あれですね、この、これ、私は今、5月の1日に、えー、放送、配信をしていますけども、えー、5月の4日には、ドクター・ストレンジを公開して、その次の週には、シングル・トラマン公開してということでね、また、えー、私が見たい方の話題作もね、どんどん公開されていくのでね、 えー、そっちは見ていこうかと思いますけど、トップガンもやっと今月公開かな。やっとったな、ほんとにトップガンは。はい。もうネタに、ネタにしていいだろってぐらい伸ばしに伸ばしまくってましたからね。はい。いキングスマはちゃんとじ公式、ちゃんとっていうのもおかしいけど、公式はネタにしてたから、お前もネタにしようと思いますけど、トップガンに対しては。えー、まあ、それは <laughs>、私の勝手な考えなんでね、別にいいですけど。 まあ、えー、そういうのがあっただけなんで別に4月今普通に話題作はやりまくってるのでまああれですね、コロナ禍の本格的な本格的に劇場で何もやできなかった時と比べたらよっぽどましな状況ですねそういえばモービウスもすごい延期に延期を重ねた結果ですねやっと公開されてまあ,あの個人的にはね まあ、一番、さっきも言いましたけど、期待してたのは予告の段階であの白鳥、白鳥の湖を使うぐらい吸気付きものをしっかりやるつもりなんだろうっていうので、言ったら、吸気付きものとしては、まあ、ちゃんとしてたというのが、えー、あったのでね、まあ、どっちかっていうと、あのそうですね、あの古いマジンドラキュラとかの方じゃなくて、フライトナイトの方だったっていうのはあるんですけど、でもそういう意味で面白かったので、モビウスは良かったですね、シャドウインクラウドも見て良かったって。 なりましたしで、そうですね、劇場公開じ,じゃない劇場公開してるんだ。私がレンタルで見ただけですけど、えー、チューブも、えー、面白かったし、ザ・ビーチも面白かったし、この2本は、どっちも見たいゾーンのええ形で公開されたやつですね。っていう感じで、なかなか、まあ、良かったですね。はい、あのー、あとは、そうですね、アンホーリーとかもそうですけど、やっぱりこのビデオスルーの方で、 えー、ホラーで面白いものはちょっと油断できないなっていうのがあるんでねこっちもちゃんと確認していかなくちゃですよねはいアンホーリーあそっかアンホーリーは劇場公開してないのか配信とレンタルのするかんどうしてもね、まあ、コメディーもよく冷遇されてるって言いますけどねやっぱホラーも冷遇されてんじゃないかなっていうのは感じますのでねまああのー、去年去年公開ですけど えー、レリックっていう、あ怪獣じゃないですよ。去年、原本公開されたこの,のレリック異物,異物だっけかなレリック異物ってやつも、あれは劇場公開されたんですけどね、ただ、すごく公開規模が小さかった気がするんで、公開も2週間だけみたいな感じで、確か都内、都内に出ないと、新宿の武蔵野館だからなんかじゃないとやってないし、レイトショーだけだし、 2週間ぐらいいいしかやってないみたいな、みたそれぐらいだったんじゃないかな。そんな感じだけど、あれはすごく面白かったですからね。多分去年、去年見てないので、今年見たんで、あのツイキャスでは行ってないと思うんですけど、あれはなかなかいいホラーでしたからね。あの認知症を題材としたホラーっていうので、ね、すごく丁寧に作ってあったやつだったのでね。やっぱでもそういうのがね、あの大きい劇場でかかってほしいなってのは、はありますよね。もう 今月で言うと、シャドウイン・クラウドは一応ホラーなんですけどね。はいもまあ、モビウスもホラーといえばホラーか。ただ、去年で言うとね、あのマリグナンとか、マリグナンとあ去年一番面白かったし、あれはすごいいい映画だし、劇場で見てよかったってなったんですけど、あれも、まあ、一応全国,全国劇場公開でしたけど、あのー、なんでしょう公開規模が、あのー どの死にこん行ってもやってるっていうレベルの公開規模ではなかったんでね、ちょっとそれはね、残念だったんでね、やっぱりちょっと、まあ、なんとかしてほしいかなっていうのはありますね。あと、あの、すごくコンスタントにね、あの中国がモンスターものを蘇生乱造してくれるのはいいんですけどね、えー、で、ま今月見た一本は、まあ、よかった。 ですけどね別にこれ1本じゃないですからね今月だけで見ても多分10本は言い過ぎだろうけど1月に,に78本ぐらい並んでないっていうレンタルビデオ屋の棚を見るだけでも配信だともっと多,い多かったりするかなでまああれですねそ現代劇だったり、えーまあ、ファンタジー寄りだったり時代劇だったりみたいなのでモンスター物みたいなのも やってますからね全部はちょっと全部を見る気力はないんですよねさすがに、うんまあ、忙しいのもあるしお金もあるし単純にあの何、ー、でしょうねやっぱりアサイラムとかのね、えー、サイファイのテレビ映画とかももうあっちの方がまだあのバリエーション豊かだったりするかなってのはあるんでね、えー、質的にはどっこい,いかなっていう あと当たり引く確率も得意かなっていうのはありますけど、それが1個増えたみたいな感じになっちゃってますからね、今。アメリカが作ってるか中国が作ってるかぐらいの感じですからね。アメリカっていうか向こうのもカナダ映画だったりはするんですけどね。まあそれは細かい話なんで。 まあえー、そんな感じでね、さっきも言いましたけど、今月、これから、えーまあ、MC も続くし、シングルトラマンもあるし、ということで、えー、海外作品、日本の作品で、えー、話題作が公開されていくのは、なかなか嬉しいことだと思いますのでね、えー、来月も、えー、5月に見た映画を振り返るということで、やっていきたいと思いますので、よろしかったら、えー、お付き合いください、えー。それでは終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。